被害があったのは笛吹市伊沢町の太陽光発電施設で先週金曜日と今日の2回施設内に何者かが侵入し導線ケーブルを切断して持ち去ったとみられますくぐって入ることは可能です防犯カメラはもう設置してあるんですけど防犯カメラの線を切られちゃいましてもう防犯カメラの意味はしてないです 盗まれたケーブルはおよそ2000メートルで、被害額は2000万円に上ります。現場の周辺には、犯行に使われたとみられる大きなハサミやペンチが落ちていて、警察が押収したということです。被害はここだけではありません。こちら、被害に遭った太陽光発電施設です。 フェンスが切られて何者かが侵入した痕跡があります。その近くは草が投げ倒されていて、さらにはフェンスを切ったときに使われたとみられる工具も落ちています。同じ会社が管理する中央市の施設でも、今日う線ケーブルが何者かに盗まれていることが分かりました。被害額は1200万円から1500万円に上るとみられています。 まあバイデンの被害額も相当あります犯人に対して本当もうやらないでくださいって感じですね県警によりますと今年に入って県内の太陽光発電施設などで導線ケーブルが盗まれた被害は5月までに64件で去年1年間とすでに同じとなっています警察は不審な人物や車が施設の近くにいる場合は すぐ110番通報するよう呼びかけています。